はい、今日もゼロっていこうと思います。時計が狂ってるんだよね。いや、ここ数日地震の回数が増えてきている。それに伴うかのように村を舞う赤い蝶の数も日を追うごとに増えている。その姿は美しくも不気味で、まるで無数の人玉が悲しげに舞っているようにも見える。赤い蝶を見た村人たちは手を合わせる。村全体が何か恐ろしいものを迎えるような厳かな空気に包まれていく。地の怒りに怯える小さな集落。赤にえ祭とは地鎮祭のような意味を持つ祭りなのだろうか。古くはどの地方にも地鎮祭のような祭りが存在した。その多くは供え物として生贄を備えて神の怒りを鎮めるとすれば、守り神として祀られている双子巫女の役割はおそらくそういうものなのであろう。その風習が現在も残っているとしたら、祭りを前にしたこの村の静けさにも説明がつく。守り神となった双子巫女は赤い蝶となりこの村に帰る。出そうよね。この輝きは数人の手形。
ばい、なんかやばい気がする。
い様が、これが交通内、この村はもう、祭主の屋敷だけあり、古くからの村の記録が多く残っている。その多くはこの地方に古くから伝わる伝承や神話、儀式などに関するものだ。民族学的に貴重なものも多数見受けられる。この地方に伝わる秘祭はアカニエ祭と呼ばれ、双子の巫女を持って黄泉の門を封じる祭りであるらしい。アカニエ祭には本祭と呼ばれる定期的に行われる祭りと、その神事が失敗した時に行われる影祭りがあるという。それらの神事が全て失敗し、黄泉の門があふれると、いや災いのことを大償いと呼び、門から死者があふれ天を閉ざすと記されている。村方が幼友達である五木と六木という双子の少年の行方がわからないという。行方知れずとなった双子というところに少し気にかかるものがある。もし彼らが見つかれば、儀式に関する話を聞くことができるかもしれない。
何これ、こんなんあったっけ、人形、儀式を。儀式って、うん、一緒にいよう、ずっとずっと、うん、約束したじゃない、とにかくここから出よう。よし、四の国来た。ここなんだか懐かしい、不思議と落ち着く。村にお客様が来られた。宗形くんと宗形くんの先生の学者様、宗形くんは樹くんとのことを心配して村に来たと言っていた。でも村のことは村の人に伝えてはいけない。樹くんはお祭りの日から蔵に隠されている。多分村の外の人とは会わせてもらえないだろう。やえ、学者様がお餅の姿を写す箱で私たちの写し絵を作っていただいた。私の顔は少しおかしく写ってしまったけど、良い思い出になった。あの方は多分バツバツされてしまわれる。私たちのお腹が終わらないから、そうなる前に逃がして差し上げなければ。私がお姉ちゃんと一つになればそれでいいことだから。さえ、ますよね。じっとしてるとは思ってなかったけど、
Thank you.
ここは出入り口1箇所か。OK。この屋敷の双子の少女から屋敷の脇戸を示す地図を手渡された。影祭りが迫っているので夜間に脇戸から逃げるようにというのだ。そのことについて問い返す間もなく二人は去っていってしまった。今のところ他の家人におかしな動きは見られない。我々が閉じた村に迎えられたということは、迎えられたことはそれなりの理由があったということだろうか。念のためではあるが、宗方は先に返しておいた方が良いかもしれない。ミオ、置いていかないで。置いていかないよ。ないのかな。雨、冷たい。お姉ちゃん、
ちゃん、どうしたの？なんでもない。怖い。怖いよ。ミオ、早く逃げなきゃ。ないで。じゃなくて、戻らなきゃ。
ここに何かあるよ。良い時期に荒れ人が訪れたあの男を水杖となして影祭りを執り行いを塞ぐしかあるまい。決して逃さぬ。赤にえなき年にが冥道せし時は急ぎ思ってこれにあて石津屋急ぎ石津屋違うなくさび鎖か。鎖を持ってこれに当てる。鎖には皆神のもとにあらざる者をこれに当て即身仏となしてに捧げる。鎖となる者の受ける苦痛が大きけるほどの震えは沈む。儀式を行わざるときはの蓋が開かれ祭液が送る。人外なる者はにより溢れ出しすべての村人はに飲み込まに飲まれ天は闇に閉ざされる。その闇は数代にわたって広がり地に隠されしを呼び起こす。この祭災いと一足の上に生を受けし我々の使命を果たさざるべきことの大いなる償いと思わねばならず、我々はそのために生を受けたと思わねばならず。セーブしたいな。そんなにちょこちょこセーブポイントはないな。うわー、手まりきた。何か落ちてよ。そこに手まりを突っ込んだらいいのか。怖っ。
い。西の山村では通りかかったまれびと、いけにえとして祭りを行う村があった。旧士たちは私を捕まえるときにまれびと、くさびとなるなどと言っていたように思う。双子の少女が言っていた影祭りとはどういうものなのだろうか。彼女たちから受け取った鍵はこの屋敷の脇戸を出るためのものでしかない。地図によれば、牢を出る鍵は大沢家の地下にある洞窟に隠されていると書かれている。以前調べた神道の一部を利用した貯蔵庫のことではないだろうか。保存したい、セーブしたい、どうしたらいいの。セーブポイントがないよ。あるけど行けそうにない。壁、お姉ちゃんがじゃん。
評価できるんだったらして終わりましょうかね。お、23,000 いけるね。感度、あーでも真珠がない。もうちょっといるってことか。はい、一回ここで終わります。